ちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日の動画はダブルタンギングがなぜ難しいかという理由と、そしてそれを改善するエクササイズを紹介させていただきたいと思います。ダブルタンギングが難しいなって思う理由は、私は2つあるかなと思っていて、それは舌と指がマッチしてないっていうことで、うまく粒立った音がフレーズが演奏できないっていうことと、舌と指がマッチしてないっていうこと1つ目と、もう一つはですね、息がしっかりと供給されていない、息が供給されている、息がきちんとしっかりと一定の量で流れている中で、舌のダブルタンギングの動きがあるのに、息の量がちょっと少ないがために、ちょっと後でやってみますけれども、パサパサしたような音、空気の音の方が大きいみたいな、音になってない音のような、その2つがあるかなと思います。意味わかりますかね。ちょっと後でやってみますけれども、それの練習方法をご紹介させていただきたいと思います。例えばライヒャルトの1番を取り上げて、練習してみたいと思います。これありますね。これをダブルタンギングでも練習します。で、そのさっき私言った理由の2つ目、お腹からの息がしっかり出てないと、なってしまうので、しっかりお腹からこのスラーでやった時を思い出してというか、スラーでも必ず練習してください。スラーで練習した上で、しっかりスラーでなぜ練習するかっていうと、お腹からの息が一定量を供給されているかを確認するためなんです。これがしっかり、音と音の間もしっかり息で埋めるっていうイメージを持ってやって、スラーでまず練習してからですね。だけどそのダブルタンギングになったら、下の方にどうしてもやっぱりみんなタカ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 やらないといけない、ドク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 やらないといけないっていう意識が下の方に向きますので、お腹のことを忘れがち。だけどそれはスラーを演奏している時、スラーをエクササイズしている時と同じ感じに出さないといけない。むしろどっちかというと、ダブルタンギングする時の方が下が、息の流れを邪魔するから、さらにはるかに、息をしっかり支えないといけないっていうことになります。掴みにくい方はスラーで何度も練習してみてください。ここだけに意識がいってると、今みてになんかちょっとぶつ切れな、ドグ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 、綺麗なフレーズじゃなくて、テカ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 ってなっちゃうから、指がマッチしない問題、まあ、私もちょっと結構怪しかったんですけれども、これを改善するにはまずシングルタンギングでやってみてください。シングルタンギングでちゃんとマッチしてるかどうか、ちゃんとシングルタンギングでちゃんと舌と指がマッチして、ちゃんと聞こえてるかどうか、こう聞けないという方は録音してみてください。動画でもいいし、ボイスレコーダーでも何でもいいので、録音して後で自分で客観的に聞くことができると思いますので、それで判断していただけたらいいかなと思うんですけれども、舌と指がマッチしない問題は、まあ、シングルタンギングでやっていただく。そしてダブルタンギングはテンポ落として練習するとあんまりそれは意味がないから、ダブルタンギングってある一定のやっぱりテンポで持って演奏される、それでゆっくり練習するんだったら、まあ、シングルタンギングでいいから、もちろんやってもいいんですけどね、ドゥグドゥグドゥグゥゆっくり、その分やっぱりお腹からの息の供給ははるかに舌が邪魔しますので、その息の流れをしっかり出すっていうことが大事になってきます。で、まとめると、最初に言ったのは、お腹からの息がしっかり供給できてないと、やっぱり舌、トゥクトゥクトゥクってやるから、
その息の流れを邪魔してしまう、それを改善するためにはまずスラーで練習するということです。もちろん意識は指もあるんですけれども、私の意識はお腹からしっかりふーっと息が出てる。でこれがならないようにしっかり息を供給してあげる、管の底まで、一定のまっすぐな息をっていうイメージが強いです。あと舌と指がマッチしない問題はシングルタンギングでシングルタンギングで練習すること、その時にきちっと指と舌がマッチできるようにしっかり息を供給して、まあ、レコーディングしてもいいです。それを客観的に聞くことでどうなってるか分かると思いますので、まずはタンギングの基本であるシングルタンギングでしっかり指と舌がマッチするようにエクササイズすることと、あとはお腹からの、ね、息の供給を忘れる方が多いです。ダブルタンギングタカタカタカ、どうしてもテンポが速くなって楽譜に必死になって2分の2拍子とか4分の2拍子とか、まあ、速いテンポとかだったらタカタカタカ16分音符とか連符が続いてるとそっちに意識が行きがちなんですけど、忘れちゃいけないのはお腹からの、むしろダブルタンギングをするときはいつものシングルタンギングよりも舌が、息の流れを邪魔しちゃうから、それ以上にしっかり支えないといけないっていうこと、そのエクササイズとしてやっぱりスラーが大事です。だから楽曲やエチュードなんかも書いてる通り、ここはタングルタンギングで演奏するよっていうとこ、まあ、シングルでもいいんですけれども、ところは私あえてアーティケーションを変えてでも練習します。もちろん本番の時は楽譜通りは楽譜通りに演奏しなきゃいけないんですけれども、練習の時はありとあらゆることを練習します。オクターブ上に行ったりオクターブ下に行ったり、アーティキュレーションを変えるダブルタンギングでするところをスラーに全部してみて、自分がちゃんと、音と音の間も息を埋めれてるかどうかっていう確認をして練習したいと思っています。ぜひ参考にしてみてください。いつもご視聴ありがとうございます。メンバーシップ始めております。メンバーシップ2種類、用意しております。サポーター会員さんと VIP 会員さんです。サポーター会員さんは私の、毎月2回行う生配信のアーカイブをずっと見ることができます。一般の方はですね、2週間ほどのアーカイブを残させていただいてるんですけども、それ以降も、見ることができるのがサポーター会員さん。そして VIP 会員さんはですね、今現在モイーズのソノリティについて、そしてリトルメロディーのエクササイズ、エチュードですね、を楽曲解説して、やっております。こちら限定配信となっております。 VIP 会員さんの方は、エチュードの解説もつくという特典になっておりますので、私のチャンネルを応援してあげるよという方はぜひチャンネルメンバーシップの加入も検討していただけると嬉しいです。詳細は概要欄のリンクから飛んでいただけるようになっておりますのでチェックしてみてください。そしていつもご視聴いただきありがとうございます。何かわからないことがあればフルートンに関する疑問質問、皆様のお声をコメント欄から聞かせていただけると嬉しいです。あといいねとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。皆様のお声が励みになっております。いつもありがとうございます。それではまた次回。